天馬橋は、広島県広島市の天馬川に架か,かる道路橋。下流側に、人道橋を併設している。橋名の由来は、西詰め田元にある、天馬宮から。ここから東へ道沿いに進み本川橋を渡ると、広島平和記念公園に入る。西へ進むと恋橋がある。上流側に、あよい通りの広瀬橋、下流側に、 広島電鉄本線の鉄道橋、広電天馬橋があり、最寄りの駅は、東爪下流側にある広電小網町停留場となる。西爪上流側に、広島市立天馬小学校がある。広島城会場当時からある橋で、天馬川に唯一架けられた、西国街道筋の橋であった。その後、現在の公共に架け替えられた。最初の架橋年度は不明。 安土桃山時代、毛利リテが、広島城及び城下を整備するときに、この地に不審小屋を置いた。そこからこの地は、小屋新海、小屋新町と呼ばれ、河川は、小屋川、そこに架か,かる目標を、小屋橋と呼ぶようになった。なお、毛利氏時代に佳境されたかどうかは不明であり、江戸時代に書かれた毛利氏時代の町割絵図の、芸州広島五分国発集のとき、 五城下屋敷割並び神社仏閣割とも図にも描かれていない。江戸時代になると、毛利氏の次に入城をした福島正則によって城下町は拡大整備され、それまで山沿いを通っていた山陽道を城下に引き込み、この橋は西国街道筋の橋となった。広島藩政時代において、防犯上の理由により橋の架橋制限が行われており、 この橋は小屋側に唯一架けられた西国街道筋の橋であった。初期広島城下町の生誕に位置した橋で、この辺りは職人町として発達した。完成8年城下で発生した大洪水で落橋している。天明7年、小屋新町に火事や水害が多発したため、天神にあやかり災害を抑えようと天馬町に改名した。これを機に、 河川を天馬川、橋を天馬橋に改名されている。現在もある天馬宮は、文政5年に、尾長天馬宮を分霊しこの地に誕生したものであり、改名後のことである。明治以降、昭和初期まで国道2号筋の橋として機能した。大正時代になると、市内に広電が整備され、この橋の下流側に広電天馬橋が架橋された。 1919年には大洪水により一部破損している。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により被爆。当時天間橋自体は架橋中で隣に仮橋があった状況で、その架橋中の橋の一部が火災により消失、爆風により桁が緩んだが落橋は免れた。避難者は燃え上がる、この橋を渡り西へと逃げていった。 しかし、同年9月に上陸した枕崎台風に続いて、上陸した10月のアクネ台風による洪水により、流出した。同時期に原爆及び風水害により、天馬川に架かる橋が、横川橋以外ほぼ落橋してしまい、歩いて、市内に向かうには北に回って横川橋まで行かなければ、ならなくなったため、復旧するまでこの橋北側にロープ伝いの渡し船が、 仮設された。現在の公共は1950年に再加強された。ありがとうございます。